ん、完璧すぎてる以上でふざけ始める。今シーズンより大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルスドジャースの中で、ビッグスリーと言われるムーキベッツ、大谷翔平、フレディ・フリーマンの3選手が4日、大暴れだ。それぞれ3打数3安打2点、3打数3安打2点、3打数1安打1点と、3人で全得点のほとんどを稼いでしまう事態となった。また、3選手が塁上でパフォーマンスの練習を始め、ネット上ではこいつら余裕すぎだろ、正直もう調整いらんもんな、などの声が上がっている。その動画がこちらだ。本当にやることないんやろうな。開幕までに微調整やね。いすぎるんだよな。一塁コーチの身になって考えてくれ。ますますドジャースに沼る。開幕まで時間がないしりで早く統一しろ。強すぎて前半相手チーム戦に喪失してたからな。悪の帝国すぎる。さすがにワールドシリーズ制覇してくれ。なんじぇ今 Q チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。